一昨年の参議院選挙をめぐる買収事件で、公職選挙法違反の罪に問われた元法務大臣の河合克幸被告に対し、東京地裁は懲役3年、追徴金130万円の実刑判決を言い渡しました。判決で東京地裁は、選挙買収の事案の中でも際立って重い部類に属すると指摘し、相当期間の実刑に処するのが相当としました。河合被告側は即日控訴しました。